い、やっぱりラグビーでは、このチームの中で一番楽しみたいなっていうのが今年の目標です。今年1年は、少し英語を勉強したいなと思っていて、もっと外国人と、外国人選手とかと、しっかりコミュニケーション取れたらいいなっていうふうに思ってます。一昨年ぐらいなんですけど、チームメイトに、腕時計をプレゼントしてもらったことです。スポーティーなというか可愛らしいやつですけど、黒の、まあ、いつでも使えるような、仕事でも使えるような、プライベートでも使えるような、ちょっとおしゃれなやつをもらいました。